皆さんこんにちは、すずかです。ただいまの時刻11月22日火曜日の11時8分でございます。本日はですね、ついにやってまいりました。今月11月最大のイベントと言ってもいいほどのイベントなんですけれども、少し前女子旅四国&小豆島ということでVlogの方をアップしたと思うんですけれども、そこでですね登場していた今びこと今ちゃんですね。この度、結婚することになりました。おめでとうございます。というわけでですね、私最後の夜を楽しませようということで、サプライズ企画を私と、もう一人映っていたさゆりと、あと高知の時はちょっと仕事で参加できなかった愛ちゃんと、いつも遊んでいるこの3人でですね、ないないに企画を進めまして、本日が当日となります。サプライズの内容の方は皆さんにお伝えしていこうと思うんですけれども、だからちょっと用意していくかなっていう感じですね。はい、もう超すっぴん寝起きの状態で回しているので、ちょっと髪の毛めちゃめちゃモサモサでお見苦しいところをお見せしてるんですけれども集合自体は夕方ぐらいなんで準備をしていこうと思います。モサモサ準備していきます。はい、ただいまですね、まずさゆりちゃんを迎えに来ました。今駅に迎えに来たんですけど、第一のサプライズとしてですね、じゃん、さゆりちゃん、11月が誕生日なんで、花とブーケと東京で買ったネックレスをね、誕生日プレゼントに買ってきたんですけど、これは第一のサプライズとして内緒でこういう感じで置いてて、開けたら何これみたいな、ね、結構花綺麗にしてもらいました。来た来た来た、可愛い、来たよ、ハッピーバースデー、 ありがとう愛知のサプライズえ、何これ、これ誕生日プレ、サイルの、これサイルなん、誕生日やったやろ、ちょっと過ぎたけど、すごい誕生日作ってもらった、すごい、ちょっと荷物になるけど、いや、とりあえず花と、これは東京に行った時に、うん、なんかシャカシャカしてんだけど、え、見ていいの、うん、羽田空港にある、うん、お土産屋さんみたいなとこにあって、気に入るか分からへんけど、なんか面白かったし買ってみた。てか東京行った時のさ、 YouTube 見てんか、え、すごい、なにこれ、ちょネックレス、うん、すっげーかわいい、え、聞いてくれた、うん、これな、気をつけようかな今から、あ、いいで、これな、恋のスパイラルっていう、うん、まあ、言葉にあったネックレスなんて、うん、スパイラルやから、うん、ずーっと回るやんか、うん、だからリング状になってて、あ、ね、あ、なるほどな、いいよ、23歳、嬉しす、長さどんなんなんやろと思って、なんかその、え、これ長くつけたいな、おめでとうございます、嬉しい、これが今日の第一のサプライズ、申請しなかった、おめでとうございます、ありがとうございます。大阪着きました。大阪着いたけど阪神高速ただゴミやばい混みすぎ、頑張って運転してます、お疲れ様ですこの後ろ行こう、明日の後ろ、うわ、行かせてくれへん、どんな人か撮る今日の趣旨は、うん、前女子旅員コーチで出てきたゆまちゃんがこの度結婚する運びとなりまして、とう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 やな、独身最後の夜ということで、うん、もう来月の席なんで、うん、今日ですねサプライズの企画を考えまして、今には、うん、うちと、うん、今と2人で、うん、梅田に遊びに行くっていう約束をしていて、うん、今は2人
人やと思ってて、うん、独身最後のまあちょっと夜遊びというか楽しんでもらおうっていうのが今回のサプライズのコンセプトなんですけども、愛ちゃんはあの女子旅に出てへんから多分、うん、皆さん誰かわからないと思うんですけど、あの女子旅の時は仕事でちょっと来れなくて今回は参戦します。で、あともう一個サプライズが、一応その今にはあのイベントがあるからっていう風に言ってるから多分それなりのおしゃれはしてくると思うねんけど、そこで3人から今日の衣装って言っていいんかな、うん、を3人から、うん、まあ、結婚祝いでプレゼントしようと思って、うん、今回選んで1着購入してて、でそれに着替えてもらうっていう、即着替えてもらって、でそれで今日の夜を楽しんでもらおうと思って可愛いワンピースを買いました。結婚祝いも兼ねてるからね、あのちょっといいワンピースを購入しました。マリッジブルー解消してまたマリッジブルーになるかもやね今日の夜が楽しすぎて逆に行こうか今梅田に向かってます。今日の舞台梅田に向かっております。梅田に到着しました。無事枕そうはもう枕です。クリスマスマーケットやってた。今からどこに行きますか。百貨店やな。百貨店、阪急百貨店で、百貨店でちょっとお買い物します。合流しました。高知ではちょっと登場できなかったんですが、仕事で。今ユアが梅田に到着したんで、簡単に説明すると、なんで私が上に上がって、でお待たせみたいになって、後ろから2人が、激突してくる。だから上がったらいい。こっちから。手前。こっち。左でしょ。こっちから。オッケー。そんでこれや。そしてねこれがプレゼンティングです。着替えてるんですね。着替えてます。もうすぐでーす。緊張すんな。なんなんやろこの緊張。友達へのサプライズやのに。こんだけ怖すぎて。せやな。高校からの友達。AI 変歴を見てきてるから。なかなかすごい。え、何年？5年？5年。5年以上やろ。5年以上。だって16から。16から。だって高1からやろ。ことは。5年以上、もう7年、え、長っ、思ったより長い。そのドレス気に入ってくれたらいいけどな。ほんまに驚いた瞬間にこれに着替えてっていう感じで行く。わちゃわちゃ言わんととりあえずこれ着替えてって声、これに着替えてみたいな。いよいよやな。いよいよ。もう今大阪駅着いて向かってんなこと。通貨が上がりきった瞬間にうちらも行こう、うん、アップすぎに前撮りで今回カメラこれは意外撮りは行きます。いらっしゃい。しくじるなよ。もっとくん、もうすぐじゃあサイラも向かうで。右から、右から、右から、左から、左から行くし、はい上がった。迷ってる、準備してる。行こうか、あいちゃん行きましょう。向かいます。さやらさ、サプライズってまあまあ苦手やん。まあまあ苦手だからさ大丈夫、大丈夫。どこにいる。いた、どこ。あ、いた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 。いや、めっちゃ探してんのも見えてて出るかな。やばいね。今のリアクション良かったな。まあまあまあ、よくやってた。取った取った。ガッツリ取った。置いとこか、置いとこか。ではそちらにお着替えください。着替えるの、着替えるの、着替えてください。マジで言ってる。締めてもらっていいですかね。出てきて、バイバイ。あ、今が着替えております。マジで？
どうなってるの？どうでしょうか？めっちゃ可愛いですけど、こちらは3人からのプレゼントです。はい、ありがとう。めっちゃ嬉しい、めっちゃ可愛い。ユマに似合うと思って探したやつ。結婚祝いでございます。イエーイ、イエーイ。リリーブラウンです。ぴったり。え、可愛い。うん、似てる。ちょっと後ろ振り向いて。まあ、自分の結婚式は着ひんと思うけど、友達の結婚式にも着れると思う。いろんな場面で着れそう、うん、ありがとう。着るわ。成功。サプライズ成功しまして、今からご飯を食べに行きます。行きます。行きます。本日の主役です。みんな映ってんで。みんな映ってんで。はい、そして今からとりあえず腹ごしらえをするためにご飯、軽食食べに行こうと思います。10回でございます。扉が開きます。黒で決めた。牛タン食べへん。牛タン。いやけど、アイはいつもより服装頑張ってる感じが。ミーかなんか。え、ミーはミーいつも多分ね。悪いな。パーティー大会で行きます。空いてる。お、いいやん。はい、本日牛タンでございます。本日のご飯は牛タンです。美味しい。美味しい。まだ食べてます。いただきます。いただきます。いただきます。やめてそれ。それやめてほしい。はい、はい。食レポ行ってみよう。見てください、この分厚さ。女子のみたいや、マジで。いただきます。肉汁が取れるぐらい。柔らかいです。焼いてる香ばしさと、弾力があって、噛みやすいし、食べやすいし、とてもとても美味しいです。次の予定をゆまちゃんに発表してください。みんなでパーリーピーポー。あなたは何パーリーピーポー。今からどこ向かえ。茶屋町の方かな。そうです。今から大人の時間でございますね。あ、お酒飲んでません。そう、飲んでへん。飲んでへんで高テンションや。飲んでないのに高テンションでいけるのはこの辺だ。非日常ってだけでも酔える。いいよ、大阪。そうそうそう、大阪の夜ってなかなかないのかな。ナイス。イエーイ。わー。はーい。皆さん顔ボロボロです。疲れ果てた様子をどうぞご覧。結局こんなになりました。もうヨレヨレでー。新最後の夜ということでどうでしたか。すっごい楽しかった。よかったな、それで。それは楽しかった。めっちゃ楽しかった。それはもう何よりです、うん、何があった、どこに行ったとか何があったとか言いませんけども、まあ、お察しください。いや、疲れてるよ、みんな。疲れてるね。これはゆまちゃんのサプライズ企画いかがでしたか。映ってる。映ってる。では、最後までご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。今から帰ります。帰ります。バイバーイ。バイバーイ。